どうも、こんばんは、ヤネです。今回は東京グルインボーク、駆逐新しいの来てますね、ジャックイベントということで有馬と、フラが、駆逐対象となっております。でですね、ポイントショップには、ランタンの、EX ランタンが登場してますね。なかなか、かっこいいんじゃないでしょうか。 EX なんでね、スキルね、ムービーつけてくれてもよかったんじゃないかなと思うんですけど、まあまあいいでしょう。はい、ということで、やっていきましょう。 S ですね。で今回ね、まあ、いつも重蔵とか連れて行ってるんですけど、いや向こうの方がいいのか。今ちょっと即席で組んだやつなんですけどね、青桐1人足りないことはないんですよ。初期御三家の綾人と、なんだヤモリいるんですけどね、まあちょっと育ててないんですよね。オールアッパーが足りないので、まあ、ついてるちょっとブレイカー、どうせあれあるんでしょ、剥がすシステム、皮剥がすシステムあるんじゃないかなと思って、アモン連れていきます。全然ね、詳細読んでないんでね、はい、完全初見、何も説明も何も見ない沼でいきたいと思います。まあ、アモンだから青霧の補正かわかんないんですけど、ちょっと厳しいかな。ちょっと厳しいかな。全然ね、重蔵に、このブレイカーの、フェスゲンアモン、連れて行った方がね、危な、オートになってる。危なかった。まあ、こういうのは大体ね、フラがうざいっていうのが定石なんでね、見ていこう。でも、ガッチガチなんだろうな。30% の、なるほど。なるほど、なるほど。これ、ガード無効が必要なやつですね。しかもこいつはこいつで回復するしよ。とりあえず有馬を剥がさないとやばそうなんで、相手の攻撃力を落とすんですよ、エトは。なんでちょっとね、エトを中心に使っていきたいんだけど、おい待ってくれ、こいつブレイク早くないか。おい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 、こんなブレイクすんのか。しかもこいつはこいつでちょっと仮定しよう。なんだと。あ、 30% の確率でガードっつっても そんなだな。まあいいや、とりあえずこれ2人剥がせたんで、次ノロのスキルで多分2人とも剥がせるんですよね。ちょっと有馬やんねえとクリティカルやられたらうざいしな。エトのスキルを1ターン目から僕は発動するつもりだったんですけどね、これちょっとやばいですね。もうクリティカル祭りだろうな。あ、でもクリティカル発生率1個剥がしてるから、まあそこまでなのか。ただ相手クリティカル発動したらちょっと回復するんでね、それでやられるのちょっと鬱陶しいんで、まあ一ターンずつあれだね、二人とも剥がしていこう。で誰にやらせるかなんだけど、一応、ま、これノロ使うとさ、毎ターン二人ともブレイクさせれるようになるから、ちょっとノロをね、最終ターンっていうか、までちょっと貯めて継続的に毎ターンノロを発動できるようにしていって、で、ここで、あ、いや、違うな。違う、ここの選択は違う。ここの選択はエトですね。遊び足りない。それ。それ。で、エトをスキルブーストで攻撃力ダウン。まあ、混乱は別に何でもいいや。で、まあ、アモンはまだいいか。次のスキルブーストでアモンを、やりましょうかね。いや、ガードしてくんな。まあ 50% に下がってるし、あ、こっちもあれだな、なんかブレイクリジェネーターかなんかつけてきたらよかったな。あ、でも誰かつけてるかもしれない。出血か。8でね、何ターンだったかな、4だったっけ、6だったっけ。8が4ターン、相手の攻撃力を半減させてくれてるんで、まあとりあえずちょっと安心なんじゃないかなと。この間にいっぱい削っておきたいですね。じゃあアモン使ったろ。そうだな、やって、で1枚剥がす、まあ、毎ターン剥がしてたらね大丈夫な、回復しないんで。邪魔だ。
邪魔だ。まあスキル打つか、どうせ次の弾まだ溜まるでしょう。麻痺してくれたらうまいんだけどね。もしかしたら麻痺しないのかもしれない。まあフラーはちょっと削れてるな。おお、そうだ、アモン出血してるの忘れてた。永続的に味方全体の攻撃力150。お前何回、おいチートだろこいつ。こいつの能力欲しい。まさかのダブルスキル持ち。いや、あの SR フラ使ってないからわかんないけどさ。は？おい、舐めてんのかおい。やばすぎる。なんなんだあいつら。次のターンブレイクさせるんで、ここでいろいろ入れ替えたいですね。ノロを貯める必要はあんのかな。ここでノロを貯めておく必要はあるのかわかんないけど、エトは貯めておく必要ありますね。そろそろ切れるんじゃないかな。あ、でもこれまだ言うて4ターン目か。じゃあ次のターンまでは続くんだね。とりあえずノロ貯めて、でエト出して、あーエトで殴んなくても別に溜まったかな。まあアモン下げるか、鬱陶しいしな。まあこんな感じで、待って、誰にブレイクリジェネーターついてたんだ。さっき見たらよかったな。あと誰にあの SSR アキラのあれがついてんだろう。回避がついてるのがエトと、あータタラにもついてるな。あーでノロにブレイクリジェネーターか。なるほど。あ、これもなんかエトにもつけてきた方がよかったな、こんだけエトでブレイクさせるんだったら。でここでまた永続的に相手の攻撃力半減させる、でノロを使う。相手あ流血しなかったな。まあこれまたノロにやってもらおうかな。まあ毎ターンブレイクさせて援護する。まあこれね、アモンでスキル打った方がいいのかね、タタラで打った方がいいのかってやったら、多分それはタタラだと思うんですけどね。あ、言うてでも10万補正かかってない状態で10万か。まあいいんじゃないかな。これどうだろう、2人ともさ残してさ、2人とも残して毎ターンブレイクできるからめっちゃスキル溜まりやすいしな。毎ターンブレイクリジェネーターで、はマジか、あいつかい。まあいいよ、そいつのアタック下げるなら別に全然いいで。毎ターンノロでブレイクジェネレーターつけれるんだったらあれだな、ノロ出すでしょ、やる。でこれでまたノロでブレイクさせると、回復できると、そういうわけですよね。ほらほら、これちょっと有馬削るか。じゃあこれ2ターン目、これちょっと有馬削っておこうか。ただあいつらがさ、なんかどんなスキルを使ってくるかちょっと分かんないっつか、有馬型。これ何時間かかんのこいつら倒すのに。また伝説の久しぶりに、あの1年ぶりぐらいに伝説の早送り使わないといけないんじゃないのこれ。
応ブレイクリジェネーターで回復して何が来るか分かんないから慎重に行こう。こういってこうでこうだ。いけやもん。あー持っていけねえか。オッケー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 。あー長かった40分ぐらい戦ってたんだがこれ長すぎなんだよな。はい、ということで俺駆逐 S をさ初見で勝ったの初めてじゃないかな。今回青霧パを使って、青霧耐久パですね、青霧耐久パを使って、ジャックの駆逐、ジャックイベの駆逐の S を、初見でどうにか勝つことができました。時間はかかったんですけど、勝つことができましたね。なんか最近時間かかるパーティーでちまちま勝つのなんかやってますけど、どうなんだろうな。結構これ無課金向けっていうか、なんて言うんだろう、あそんな重ねてない人向け。俺も結局一回も共鳴させてないし、あのアモン以外はね、アモン以外は一回も共鳴させてないし、ああ結構いけるんじゃないでしょうか。はい、ということで、今回は青霧パの駆逐 S でした。皆さんはどんなパーティーで S を勝ったのでしょうか。よかったらぜひコメント欄にね残していってください。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。